るな。あれ白川郷まで来ちゃった。でここ結構有名なとこやけどさ、何があるか私もそこまでわからんで、一緒に行こうね、後でね、バイバイ。イエーイ、ここ岐阜県白川郷でございます。ここはね、もう素晴らしいところでございます。見てこの景色、すごい。外があったかいのにこんなに雪積もってる。で、エミタンも雪遊びできましたので、すごい大喜びでした。で、こういった写真見たことがありますか？ここはね、1995年に白川郷、岡山の合掌造り集落としてユネスコの世界遺産に登録されたよ。で、世界遺産に登録されてから観光客も増えました。ここの街の感じとかは日本の原風景である、文化とか生活とか暮らしを深く感じることができます。日本のふるさとのような場所です。エムちゃん、エムちゃん、ハロハロ言って。レロレロレロてみて、前見てみ。お土産屋さんで限定キティちゃんも買いました。で、場所的には結構広くて、見るところもめっちゃ多いから1日だとちょっと見れないかな。なので行くとしたら、まあ近くのホテルに泊まって 2,3 日ぐらいあればゆっくり見れることができます。で、ここはお土産屋さんね。もうすごいいろいろ、もうザ日本って感じやった。このお土産屋さんの隣にガチャガチャがあって、で、引いたガチャガチャがこれです。もうめちゃくちゃ可愛い。しかもちょうど季節やから、この桜の季節で、お土産屋さんの隣にアイスクリーム売ってたんで、エミナがアイスクリーム食べたい言ってたから買いました。で、なんかね、食べ物屋さんとかもいろいろあったけど、なんかお蕎麦が多くて、ちょっとなんかお蕎麦の気分じゃなかったです。で、外は15度ぐらいだったんだけど、もうすごい雪積もってたね。だけどもう全然寒くなくて、めっちゃ暖かかったです。で、見てこの雪のイーグル、中がすごい涼しかった。で、パーキングエリアは1000円だったんだけど、ちょっとね、パーキングエリア何個があるかちょっとわからないので、私が泊めたところに近くにお店があって、そのお店の方にはうちで食べたら駐車場がタダですよ。だけどね、そのお店の値段とか見たら、もう軽く2人で1万円ぐらい行くところやったから、もし行くとしたら、まあ騙されないように気をつけてくださいね。ほとんど駐車場がないから、街の中まで行こうとしてたら、まあ多分しばらく探さなきゃいけないのか、もう本当に泊まって歩いて行くしかないのかな。私もそこまで調べてなくて、もう本当にノリで行ったんですよ。観光バスが多かったんかな。街中までは行きたかったんだけど、もう本当にブラブラしてて、それでもう2時間ちょっと経ったから、もうエミさんも疲れてきて、もう帰ろっかってなったところです。でもここはすごくもう自然が好き、穏やかな場所が好きでしたら、すごいおすすめ。めちゃくちゃ綺麗。気をつけてね。めっちゃ綺麗。で、帰り道はエミタンは疲れすぎてて、もう寝てます。パーキングエリアでお土産いろいろ買いました。いや、もうお菓子と漬物と、もうなんかニンニクのやつと、もうまたさらに漬物と、で、またさらに漬物と、で、ドライフルーツとレーズンと、また漬物と、で、なぜか保湿クリーム私も買いました。もう買
帰ります、もう帰りますよ、もう書いてる、もうちょっとで家の近くに、もういいです。すごい雪積もってた、結構ね、エミタン疲れちゃってもう帰らなかんってなったから、街中までは行きたかったけど、ちょっと今回は無理でした。ママ見せて、ママまだ見せてよ。で、後で見るね、後で見るよ。で、帰りはなんか郡上とかも行きたかったけど、以上です。また次の動画も見てくださいね。バイバイ。バイバイして。バイバイ。